株式会社札幌ライオンは札幌ホールディングス傘下の外食事業者である。ビアホール、銀座ライオンやエビスバーなどを運営する。創業は1899年8月4日で東京市京橋区南金六町五番地に札幌ビールの前身である日本ビール醸造が日本初のエビサシビアホールをオープンしたことに由来する。 法人としては1936年11月16日に大日本ビールから外食部門が独立した共栄株式会社が前進。創立日は第二次世界大戦後の1949年9月1日、親会社である大日本ビールの分割に伴い、共栄も2つに分割されて、日本共栄株式会社が設立された日としている。社名は日本競栄。 札幌競泳、札幌ライオンと変遷している。社名と屋号の由来となるライオンは、1911年8月10日に銀座終わり長閣に築地西洋圏が開店したカフェライオンで、昭和6年6月に第日本ビールに経営が移管されて、同年8月30日にライオンエビスビアホールとなった。後に同地には札幌銀座ビル。 銀座プレイスが建設され、一貫して銀座ライオンが営業を行っている。第二次世界大戦後、日本ビールの参加。札幌ビールがビールブランドを日本ビールと札幌ビールの2種類から札幌ビールに統合した際には、日本ビアホールの店名で運営していた店舗は札幌ビアホールに変更した。約30業態を運営。など、ありがとうございます。